はい、あ、始まった。始まりました。うわ、すごい。なんでこの子しばしょう、プロデューサー、はい、しばしょう、これは今回の新キャラクターのしばしょう、はい、息子ですね。息子です。弟の、いや、芝居中継リアル、すごい、次男ですね。うわー、この爽快感。これ、あの、今回のミッションはどういった？今回は、あの、はい、ちょっとプレイしていくと徐々に出てきますので、はい、今回は、あの、勝利条件としては一番奥にいる聴覚を倒すっていうのが、あの、最終の勝利条件。聴覚ってことは、抗菌灯ですか？抗菌灯。抗菌灯、抗菌灯。やばい、逃がしてくれよ、一人は。これ三足ばっかりだ、ほら、うん、端っこに見切れてるのが、きっと。あれ、下のが無双ゲージですよね。そうですね、はい、今2つ点滅してますので、はい、2回使えるあとになってます。え、蓄積していくんですか？そうですね。あ、じゃあもうちょっと無双、無双やって、無双ランドできますよ。ちょっと敵が、あ、丸ボタンですね。はい、ありました、ね、副将がいました、ね、あの、たくさん人がいるとこまで行ってやって、はい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 、行きますよ、無双行きますよ。はい、行け、行け、うわ、かっこいい、男前、よー、おー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいですよね。これは気持ちいいな。やられてる、やられてる。大人数のところで使うのがね、敵がいっぱいいるところでね。そうですね。あ、また行った。そして今回はい、あの、はい、R1、 R1 やるとあれなんですよね。あの、武器が切り替えられます。はい、バリアブル攻撃やって、武器、うわ、出た、武器が切り替わりました。こちらの武器も今回の、シーズ三国武装6から登場の武器になりますね。しばしょ、すげえ、はい、いいですね。すごい武器の切り替えが、ね、わわわすごいな、これ。じゃあ、これ途中で切り替えたりもできる。奥に行って、奥に、はい、奥、あの、人がたくさんいるとこ、はい、まさにシネマティック行き当選といった、はい、映像を皆さんにも楽しみをいただいております。リアルだな、すごいな、すげえ、超やりてえ。いいですよ、ね、アツシさんの横からコントローラー奪ってもらってちょっと交代しましょうか、じゃあ、シルダルさん、よしましょう。あの、これはおもろいっすよ、これ聴覚の方、聴覚の方、あ、抗菌灯の援軍がここできたようですよ。この武器切り替えられるのは初めてですもんね。そうですね、今回、はい、これ、だいぶ広がりますよ、これ。すげえ、うまい、あ、いいですね、うまいですね、あ、いい、おー、いい、かっこいい、かっこいいな、かっこいい、あ、まあ、やり慣れてますね、コンボの使い方がうまい、やべえ、しばしょいいな、しばしょかっこいいですね。どうでしょう、今回このしばしょはかなりこうプレイしやすいキャラクターになっているんでしょうかね。そうですね、あの、しばしょがという、あの、刀ですね、持っている刀が、はい、あの、一番オーソドックスな武器です。なるほど、非常に戦いやすい武器です。そうですね、あの、しばしょが持っているもう一つの武器はあれなんですか？あれは連動砲といいまして、今回新しく追加されたんですけど、はい、これはあの、近距離と遠距離両方使える、うん、ちょっと動き遅いんですけど、え、じゃあ離れてる敵にでも大丈夫なんですか？大丈夫です、かなり威力は強そうですよね。みんななんか撃つやつだ、あの、はい、これを持ってれば誰でもこれを装備することができる。あー、なるほど、お、なんか出てきた、あ、お、逃げて、木人だ、何これ、何、岩転がってたの、岩だ、おい、やばいやばいやばい、これ岩やられたじゃない、やばい、木人だろ、やばいやばい、あー、岩にやられた、うわ、いけ、何あれ、ごぼう武装、誰がごぼう武装や、こんなんないねん、来ました、ごぼう出てきて、頼む、奇跡、あー、ない、ごぼう出てどこや、ごぼうは、伝説のごぼうはどこや、出てけへん、キリンの田村さんに変わりたようですね。僕馬やります、馬、あ、馬来た、あ、馬来た、え、馬呼べる、馬呼べます、今まで呼べなかったですよね、呼べました、呼べました、あ、じゃあ俺呼ばないでずっとやってたもう足のみで頑張ってくださってたところで、いや、馬は乗ってたけど、おーおー、わ、すごい、馬上から、これかっこいいな、やはり馬を使うことによってかなり移動の、ね、移動は全然速くなりますね、やばいやばい、これ馬がやばい、はい、あ、馬上攻撃になりますからね、うわー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 、これはかなり強力です、ゲージが減ったよ、やべえ、頑張れ、おい、これがですね、先ほど私完全に説明したんですけども、はい、あの、 EX 攻撃っていうのは、はい、今 の、 あのサーフィンみたいな技は、うん、このしばしょオリジナルの技、なるほど、あ、またいた、長女出てきましたよ、出た、聴覚のところの3番目ですよ、こいつ、さあ、そしてこの新三国武装ステップから、武装エンジンの2つ、はい、これじゃあ、ごぼう、ごぼうくれよな、
300万。よいしょ。かなり画面に見入ってしまうんですけども。わ、300万。おい。はい、調理をやっちゃうよ。かなり刀いいですね。これやっぱ、はい、スピードがあるとね、やっぱり違いますね。やってない人も見てて楽しめます。そうですね。しかも効果めっちゃ簡単ですからね。はい、調理を倒した。操作が難しくないから。そうですね。じゃあ、シゲ変わりますか。はい。女の子でもできるんですよね。できる。はい。さあ、見せてやれ。いけー。ここで正面なんかがやり込んでる。そうですね。これです。どうですか。結構皆さん。やっぱやってるなって感じで。そうですね。やり込んでますね。やってますよ、これ。かなり、はい、スピーディーに、はい、進んでくださっているような。はい。ここですね、お前全然できねえじゃん。ここ行きおらんやん。一番の、はい、不安視されておりました。今お前やったことねえだろ。プレイヤーが秀岡さんに変わりました。何してんねん。ここ登ってって何を言うてんねん。いや、ここ行きたいんですよ。どこの岩さん。ここ行きたい。ここだ、ここだ。やらして。はい、ここだ。見るに3日で出とうと。ここ行きたかった。アツシさんがコントローラーを今手に取りました。なんか今画面アップになりましたよ、はい、そうです。ここは長方の用事でですね、突風が吹いてますので、はい、実は進めません。あ、なるほど、本当にすごい。こっちから行けないですか。画面上から行けないだけど。なにこれ。これは実際ありましたもんね、この妖術。そうですね、あったあった。聴覚の聴覚を倒さないと風が止まらないんですね。ここ通れないので迂回していいことになります。超気持ちいい、これ。うわね、うわ、気持ちいい。さあ、450人撃破。うわ、すげえ。お、うわー、楽しい。はい、あ、ここから行けないですね。ちなみに、言うの忘れてましたが、今皆さんが2D でお楽しみいただいておりますので、うまっ。ちょっと遅かったんですけれども。ここが 3D じゃないですね。ここが 3D ではないですけれども、はい。下れ。いけ、いけ。あそこまで行って。今来ない。ボス、ボスまで行こう。ちょっと聴覚見たい。ほら、ちゃんと加工順のセリフとかも聞いてあげて。なんか言ってたし今。なんか、はい。ちゃんとね、ナビゲートしてくれる。お前やるとなんで急に敵おらんくなるの。いや、そうなんですよ。お前めちゃめちゃ恐れられてる。何？あ、できん、あ、ここで、はーい。おい、もうタイムアップだよ。ここまでとなってしまいました。なんだお前。やってない。